マンチェスターシティ1、3リオン CL 準々決勝、ジンピオンズリーグ準々決勝のマンチェスターシティ対リオンが現地時間15日に行われた。ミは3、1でリオンが勝利を収めた。今シーズンの止 CL はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中、優勝候補の一角であるシティとクホースリオンの対戦。 先発メンバーで表をついたのはシティの方だった。グアルデ・オラ監督は19歳のエリク・ガルシアを先発で用、本来のフォーバックではなくリオンに合わせたの3バックで試合に臨む。これで自力の差を押しつけたいシティは試合を優位に進めた。しか、リオンは後方が揺るがずシティに決定的な運を作らせない。すると24分。 カウンターが切ささる。自陣左からのフィードで、とこへ、んびが抜け出すと、DF と競ってこぼれたボール、ゴルネが押し込んだ。一点ビハインドで折り返し、タシティは56分。すでに警告を受けていたフェ・ナンジーニョを下げて、マフレズを投入。シス・ムをフォーバックに戻す。守りを固めるリオンにく、められたシティだが、69分に、同点弾。 マフレズの巣を裏のスペースで受けたスターリングは、ナルティエリア左深い位置で切り返し、もっとティのデナイヤーをかわすと、マイナスの、パ、ミデブルイネがダイレクトで合わせて1、1、した。79分には、試合の行方を左右するプレーが、切る。理論が高い位置でボールを奪ってし、トカウンター発動。アワールのパスを最善、のとこ、エカンビがスルーすると、 その後ろ、ら、走り込んだデンベレが完全に、フリートな、そのままゴールを決めた。床へ完備のオケがオフサイドだったのではないか、デンベにファウルがあったのではないかといった、門を指摘する声もあるが、VAR で、ゴールが認めら、リオンが勝ち越しに成功する。シティは86分、ス、リングが、決定期を迎えるも、無人のゴール、流し込むだけのシュートを外してしまう。ス、と、 その直後、リオンが、とどめの一撃。デンベレ、GK の引いたこぼれ玉を押し込んで、リードを2点、広げた。ユベントスを下して、シティも破った。4は、19日の準決勝で、バイエルン・ミュンヘと対戦する。得点者、24分0、1コルネ、リオン69分1、1でブルイネ、マンチェスターシティ79分1。 二デンベレ、リオン八十七分一。三デンベレ、リオン、リウ。<music>